まあ、僕自身その学生の頃経済的な理由で、はい、留学に行けなかった身で未だに行ったことないんですけども、逆に日本だけでちゃんとできることっていうことが、まあ僕なりの視点でね言えるかなと。こう日本だと結構なんですか、すごい固い考え方っていうか、まあ常識っていうものがちょっとまあ世界標準じゃない。はい留学兄さん K です。アメリカ留学生中継、イエーイ。はい、以前もね出ていただいて、はい、今回もですね、はい、今現在進行形で走っている留学グランプリ思いをぶつけて100万円ゲットっていう企画をやろうと思ってます。イエーイ。どういう企画かと言いますと、留学希望者が留学に対して熱い熱い思いを豪華 YouTuber の方にプレゼンをして、その思いが伝わればお金とかプライスレスなアドバイス、情報、その他さまざまなサポートを全部あげちゃおうという企画になっております。はいそうですよね、こう言われてもって感じかもしれないですけど詳しくはですね概要欄の方に貼っておきますので、それ用の動画を撮っておりますので、ぜひそちらを見てほしいんですけれども、はい、その中で本当豪華 YouTuber の方ですよね、出てくださった中でお猿さん審査員として出ていただいてます。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、でこの動画の趣旨としては、数あるそういう英語系のオファーであったりとか、はい、まあ、いろんなねお仕事の話が来ると思うんですけど、はいはい、うん、なんでまたこうね今回出ていただいたのかなっていう。そうですね、まあ、以前あのねコラボさせていただいたっていうのもね、オファーいただいてっていうのもありますし、はい、まあ、やっぱあの、まあ、僕自身その学生の頃経済的な理由で、はい、留学に行けなかった身で未だに行ったことないんですけども、はいはい、あのその理由でやっぱですね、やっぱ金銭的なところっていうのがちょっと、まあ、ネックになっていたので、まあ、そういったね、まあ、金銭的なところだったりとか、そういうふうにその留学の何ですかね、指南してくれるっていうんですかね、こういろいろ教えていただける情報っていうのもなかったので、人脈もなかったですし、まあ、そういったところで助けたいと思ってですね、まあ、今回あのいい企画だなと思って審査員として、まあ、担当させていただくことになったというところですね。であと、まあ、もう一つの理由としてはやっぱあの他の審査員の方まだいらっしゃるんですけど、まあ、ちょっと皆さんこの動画見るこの動画の後とかにも、審査員が、ね、発表されると思うんですけども、あの僕自身、他の方は多分留学行かれてる方がほとんどなんですけど、僕自身は行ったことがないので、逆に日本だけでちゃんとできることっていうことが、まあ、僕なりの視点で、ね、言えるかなと思ったのがまあ理由ですね、はい。なのでこう学生さんがこういう準備してきましたよっていうところに関して言えば、もう本当プロフェッショナルですよね、はい、そうですね。例えば留学行ったことある人だったら、じゃあそれ留学行けないわみたいな、まあ、ノリになると思うんですね、はい、まあ、なぜかってメリットの方がより分かってると思うので、はい、でも逆に言えば僕は日本でできることっていうのを最善を尽くしてきたつもりなので、まあ、そういった視点もあった方が、まあ、いろんな観点でフェアになるんじゃないかなみたいなと思いますね。はい、本当本当そうだと思いますね、はい、じゃあ逆にこういう学生さん来てほしいなってのはありますか。そうですね、やっぱ2つすごい大事だなと思ってて、やっぱあのそういうふうにその理論的な部分とやっぱ感情的な部分ですかね、はい、そうですね、ま、理論的な部分っていうのはちゃんとどういう戦略だったりとか、まあ、どういった目標があってみたいな、ね、そういうなんか自分なりのプランみたいなものですね、まあ、あとはその人のどういった経歴というか家庭だったっていうものを見るっていう、そういうなんですか、事実ベースで見ていくっていうのが1点目と、まあ、2つ目はやっぱあのパッションですよね、うん、感情っていうところで、まあ、なんだかんだそのやっぱ、感情がしっかりしてれば、そのパッションがしっかりあればですね、まあ、ある程度なんか計画がうまくいかなくなった時もちゃんと乗り切っていける、そういうメンタリティーだったりとか、でも逆に言えば計画がなければパッションがあってもやっぱくじけてしまうっていう、まあ、両方大事なので、こういった2つを見ていきたいなと思いますね。ちなみにお猿さん的には、はいはい、自分はこうより論理的な方を見るっていう感じなのか、はい、ファッションの方がこう比重が大きいのかってありますか。やっぱ僕はでも意外となんか動画ではね、はい、理論的なあの学習法言ってますけど、はい、最終的にはやっぱ感情というかファッションなんじゃないかなというふうには思ってますね。やっぱさっきも言ったようにこうファッションがあればまたそこでダメくじけてももう一回プランを立て直して、はい、また復活できるっていうふうにあの思うので、やっぱ実際にはそういうとこ見てますので、まあ、やっぱ大事かなと思いますね。僕も結構そっち派ですね。なんか、はい、今現時点のそれこそ学生さんが考えられている情報量って結構、はい、まあリミティッドっていうか限定的じゃないですか。そうですね、そうですね。でその中で実際に今留学行ったらめちゃめちゃ変わるわけですよ。僕もそうだったんですよ、はい、僕も最初、日本の大学行った時に体育の先生になりたいって入って、はい、で留学行ったら今度はキャビンアテンダントになりたいってなって、はい、で最終的に IT の会社に行ったとかあるんで、絶対変わるんじゃないかなと、はいはい、その時に
僕は最終的にはこういうことがしたいんだみたいなパッションですよね、はい、っていうところがやっぱり僕は大事かなと思います。そうですよね、やっぱその限定的なその時しか見えてないそのなんていうんですか視野っていうのはね、今後変わるかもしれないですし、まあ、それよりもその感情的な部分っていうのは意外と変わりにくいみたいな普遍的なもので計画っていうのはやっぱ変わりやすいっていう観点ですよね、はい、なのでそういったところを僕見ながら、まあ、やっていきたいなとは思いますね。ぶっちゃけ英語ってどれぐらい見ますか？あ、そうですね、まあ、やっぱある程度その勉強しているっていうのをもう 見たいので、まあ、ちゃんとあちょっとできるといいかなとは思うんですけども、やっぱそのさっきのね話に、今ちょっと僕忘れたのを思い出したんですけど結局そのプランとか事実ベースでやってきたことっていうのはその最終的には感情がねパッションがあったからこそできたと。例えば良い準備がされてたりとか、あとこういう計画があってってちゃんとそこに向けてちゃんと自分なりに考えたっていう、結局これって感情的なパッションが根源にあると思うんですね、はい、だからそういったところを僕はまあ見ていきながら、という形ですかね。じゃあどんだけ、うん、まあ、どんだけつってあれかもしれないですけど、はい、ブロークンなイングリッシュでも、はい、まあ、パッションのところが垣間見えたりとかっていうところの方が基準としては高いみたいなところですか？そうですね、例えばなんかある程度英語力があるっていう、でもそれでも例えばなんていうんですかね、まあ、なんか、あんまり努力が見えないようなそのある程度英語、まあ、ある程度英語ができていればもちろんそれの証拠にはなるんですけども、なんかね下手なりでもですね、まあ、明らかに準備してきたっていうのが分かる、そのやっぱ分かるわけですね、聞いてても。だそういうのが分かれば全然関係ないのかなというふうに思いますね。伸びしろがあるので、うん、はい、僕結構動画の中にも言ったりしますけど、はい、基本的にこう言語の伸びしろをこの人あるなっていうのって結構なんかその人の性格見ると分かるっていうか、あ、なるほどですね。実際に受け答えの中でも、はい、英語はできないかもしれないけど、うん、そういう失敗しない心であったりとか、はい、うん、どんだけなんかはぁとか言われても折れずに、なるほど、ね、自分のこう伝えたいことを伝えようとする精神力とか、はい、その辺はやっぱり企画の中でもぜひ見ていきたいなと思ってますよね。そうです、そこ大事ですね、はい、お猿さんが思うこうこういう人がグローバルで活躍してほしいとか、なんかそういうのってあったりしますか？まあそうですね、まあ、なんか結構日本だと結構なんですかすごい固い考え方っていうか、まあ、常識っていうものがちょっと、まあ、世界標準じゃないっていうことが多々あると思うんですね、はい、まあ、そういったものをしっかりなんていうんですかね、海外とかのを見てグローバルで活躍してそういったものに触れて最終的に日本に、まあ、還元するじゃないですけども、まあ、そういったいろんな視点を持った、まあ、最終的にはその日本とか海外ももちろんそうですけど、もちろんなんですかね、日本から留学してるので、まあ、分かんないですけどね、将来的に日本の企業で働いたりとか、まあ、そういったいろんなところでその海外の視点を持った人をもっと日本に増やしていきたいみたいな、もちろんでそういった視点で言っていただけると嬉しいですよね。まあ、一番の醍醐味ですよね、留学行くことによって、はい、いわゆる日本の社会では当たり前だよねって言われてるようなことを、うん、いやそれは本当に当たり前なのかなみたいな疑問を持てる人であったりとか、そうですね、そういうのはやっぱり海外の文化に触れたからこそやっぱりこう違 こう視点っていうか、はい、っていうのが持てるんで、そういうとこはぜひ身につけてほしいですよね。そうですね、やっぱの常識を疑えることが、ね、できると思うので、海外に行くことによってそうすることでもちろん日本に還元するっていうのはどういうことかって、最終的にその本人がいろんな思考を持って、実際にもう人よりも多分市場価値の高い人間になれると思うんですね、留学に行くだけでも。でその後でやっぱ最終的に、ね、何か分かんないですけど働いたりとかいろんな場面で、まあ、海外のその国か分かんないですし自分の自国かも分かんないですけど、まあ、最終的にまあ周りに回って、ね、三方よしじゃないですけど、まあね、その国とその何ですか日本とかも、にとってもすごいいい人材になるんじゃないかなというそういった人が求めてますね。わかりました。最後にですね、はい、こう今から応募してくる学生さんに向けて何かアドバイスとかありますか？そうですね、まあ今回こういう企画があったのでせっかく、まあ、何ですかね、まあ、一つの行動で、まあ、これからの人生って変わると思っていて、で皆さんが思ってる多分おそらくこういう応募するのもちょっと不安だなとか、で意外とその応募したところで自分の夢は叶わないんじゃないかなとかね、思う方とかもいらっしゃると思うんですけど、なんか僕もなんかここまで生きてきてなんかねすごい感じたことは結構難しいなっていうふうに思ってたことだったりとか、そういうなんか困難だなって思うことって実際にやってみると意外とそうでもなかったりして、まあそれが3ヶ月半年とかで意外とクリアできちゃったりとか、でそれで逆に言えばそれに挑戦することで、あ本当にこれ自分には無理なんだってあえて気づくことで他のことにそのなんですか人生をシフトすることができるっていう機会にもなると思うので、まあ、本当に良くも悪くもですね、まあ、挑戦していただければなんか本当に自分が達成したいことが、ね、達成できるんじゃないかなっていうふうに思ったよりも難しくないんだよってことを
まあ、実際には今回の企画で感じていただけたら嬉しいかなと思いますね。であと僕自身やっぱ留学を行ったことがないので、まあ、逆にその行ったことがないというじゃあなんで審査員なのかっていうとやっぱ他の方はいらっしゃる中でどうしても留学視点が多くなってきちゃうとそういうメリットで、で逆に言えば、ね、日本にいることのメリットだったりとか逆にデメリットっていうのも一番その人生のリソース的にやっぱ日本にいることが僕多かったのでそういった視点で話せるっていうのは多分大きいんじゃないかなと。みんな留学行ってる審査員だと、ね、逆にもうみんな行け行けどうぞどうぞみたいな、ね、収集がねなかなかそうみんな行けよ行けよみたいな、ね、まず行ってみようみたいな感じになっちゃうと思うんですけどいや待てよと、ね、日本で本当にその理由は留学に行く理由になってるんだろうとかねなってますかみたいなね感じでそういった視点でこう見れるんじゃないかなと思うのでまあそういったところで皆さんぜひね挑戦していただいてまあ応募していただいてもう応募するのはもうただですからねただですし、まあはい、今回応募条件としては1分間の自己紹介動画を英語で撮ってもらうだけです、はいはい、もうだから何回撮り直してもらってもいいですし、うんうん、超もうほんと超簡単にしましたなんかエッセイとかね、はい、そんなの書こうかなあの書いてくださいとか言おうかなと思ったんですけど、はい、やっぱり動画の方が臨場感ありますしいやそうですね、はい、感情とかも伝わってくるのかなと思ったんでそうですねだってもうライティングとかだったらもうね変な話書いてもらったりとか、ねはい、できちゃいますし実際に生のやつだったら実際に用意できますけどその用意がちゃんとなんか話伝わるじゃないですか、はい、あこれちゃんと準備してきてるなとか逆に言えばその何ですか英語がもともと上手な人でもあこれ準備してないなとかそういうのってなんかそのカメラ越しに伝わるじゃないですかなので本当になんか英語力の動向じゃなくてそもそも留学行って英語力皆さん上げるわけですからその段階でできてたらそこで僕ら評価してたらしょうがないので確かにそういったファッションだけを、まあ、の何ですか見せるチャンスだと思いますので、はい、ぜひね、まあ、応募していただければと思いますね、はい、ありがとうございますこの動画が面白かったためになった、応募したくなったって方は通知ボタンいいねとチャンネル登録ですね、はい、ぜひよろしくお願いしますじゃあ今回この辺でまたねバイバイ、はい、ありがとうございましたコスパ最強 BYU 留学のご紹介です BYU は大手企業への就職格安な留学費用英語初心者でも始められる留学ですぜひ詳細は概要欄から確認ください。